ガンモドキ。はい、どうもねみるです。今回はですね、工場の逆襲シリーズということで、こちらの格さんを使っていこうと思います。よろしくお願いします。まあ、格さん本当ね、ゲッターとしては非常に優秀なんですが、このね、ソル、はい、ソルもすんごいシンプルだね。これ前方に移動する、はい、でこのね、あのビガンでしたっけ、はい、こちらもありますと。意外とね、攻撃力が高いんですよね、こちらが。で、相手に気絶を与えるということですね。2つとも何がいいかっていうと、クールタイムが短いんですね。こっちとか20秒だしね。なのでね、もう最初からバンバン、使っていこうかなと思ってます。まあ、あとはね、自分がいるお宝エリアで味方がいない時に自分がお宝をダッシュしたら、お宝ゲージの初期値が増加するとか、あとはお宝ダッシュした時にそもそも体力が回復する、スキル2のクールタイムも短縮するというところなんで、まあまあまあ、あのゲッターならではのね、特性がついてますということで、まあ、あまりね、本当に戦わずに、裏取りなんかでね、ゲッターとしての役割を全うしていこうかなというところでございます。とはいえね、やっぱね、赤属性なんでね、意外とこのシャンクスとか、あとこのロジャー、はい、このあたりにはね、結構なダメージ入るんですよ。あのビガンとかね、そのキリンさんスキルとかね、結構入るからね、なんかね、一発入ればマジで KO バンバンできちゃうんだよな。まあ、とはいえね、なるべく戦わずにちょっと潜っていきたいなと思いますので、そのあたり見ていただければと思います。キャラタイプ効果はこんな感じでございますね。めちゃくちゃついてます。最高です。はい、じゃあよろしく。しゃ、格っちやっていきましょう。はい。いや、正直ね、結構難しいんですよね、格の立ち回りって。はい、まあ、とりあえずね、こちらを抜いていきます。はい。周りに、味方さんいなかったんで、初期値結構増加しましたね。これ、カイドウいたからちょっとシーハタ抜きたかったんですけど、あそこはちょっとシャンクスに任せましょうか。うん、シーハタこれ取りたいね。ちょっと待てよ、これ。なんかさ、核ってそのお宝ダッシュした時に、このスキル1が短縮されればいいんですけれども、スキル2なんだよな。スキル1だったらね、もうスキル1やっぱボンボン使いたいじゃないですか。ちょっと待てよ、これ怖いな。裏取り行きたいんですけど、いや、これ抜こう、オッケー、抜きます。で、カイドウさん貯めてほしいですね、このあたりは。はい。ここ裏行きたい、これ当たるね、これ、バチコーンって当てて、怖いんでちょっと逃げましょう。でも、KO しときたいな。これ KO しときよ。オッケー、いいよ。さあ、シャンクスは怖いと。はい、シャンクスは怖い。ちょっと逃げたいが、追ってきますよね、あなたは。はいはいはい。来たね。強襲は一旦、この辺りで避けといて。はい、ちょっとね、これは逃げましょう、一旦。でもブーストも来る。ここ一発いけるか、いけなかった。はい、終わった。これは連打で終わったな。オッケー。三つまで打ち切ってくれた。おー。あの人はちょっと、不慣れなユメルフィーさんですね、きっと。不慣れなんで、ここは避けといて、一旦逃げましょう。はい、一旦逃げるけれども、下溜まってるんで、これスキルに打てば、バチコンこれいけるぞ。バチコンチャンス！すんごい今の。ちょっとごめん、あの、リプレイとか入れてきますわ。すごかったね、あれ。もう一人シャンクスね、3体一気に KO したかったんですけどね。はい、ここは何か来そうだ。はい、オッケー。一旦ちょっと裏行きたいね、裏行きたい。おっほー、さすがにね。ちょっとブースト中のカムサリはちょっと勘弁だわ、さすがに。はい、もうこれはちょっと、ロー君でね、ロー君で最後もう締めましょう。1分、残り1分ですよ。いや、絶対ここいけるわ。さあ、シーハタ守り抜くか、ちょっと待てよ、あと40秒あるからな、これ、裏行った方がいいかな。一旦これやっといて、で、裏行くべきですね、これ、裏行こう、頑張ろう、おし、危ない、まだいける、肌取れば体力回復するから大丈夫だ。おお、おそばありがとう、おそばすごいね、お前は本当にいいやつだ。いい、視野が広い、オッケー。で、ここをそばの、うわーっつって、はい、頑張ろう、オッケー、定食セット来た。定食セット来たらもう勝ちじゃん。ありがとう、もうなんか、ごめんね。勝ちました。ちょっと定食セットのタイミング最高だった、今。オッケー、ありがとう。避けといて、ワン、ツー、スリー。はい、ありがとうございます。やっぱこう、各使ってて思うんですけど、あのね、結構やっぱプレイヤースキル練習になりますよ。すっごい磨ける。なんかね、
いやだって必死だもん普通に。だってあんま強くないしさ、その火力がね、はい、めちゃくちゃ強いわけじゃないし、まあゲッターとしてのね本当に役割を全うせざるを得ないんで、相当やっぱこれプレイヤースキル必要になってきますね。うん、めちゃくちゃ練習になると思う。でなんでもね、言うてねシャンクスにもね、あのやっぱ赤属性なんで結構やっぱダメージ入ると結構こうな、火力ね、はい、あの、相手にダメージ与えられますからね。そこはいいとこだよね。うん、ここはね、一旦、逃げますと、はい。逃げるっていうかね、上の方に行けば行くほど、相手はね、はい、あの、追わざるを得ないんでね、はい。じゃあ、ここ一旦抜いといて、来るか？あれが来るか？来なかったー。来なかったー。何今のなんか、段差あった今。だからエスカレーターみたいじゃなかったエスカレーターあんのここ。シャボンティーショットって。なんか、発展してんだね。すごいね。さあ、まあ、ということで、ちょっと、ロー君。はい、ロー君で攻めましょうと。いや、ロー君も強いですからね。赤属性でね、はい、固めてみましたと。赤属性ゲッターコンビですね。はい、まあ、どんどん行きましょう。まあ、ロー君はね、ほんとワンチャンね、シャンクスでも全然枯れますからね。はい、やっぱ赤属性なんでね、強いっすよ。はい。らっしゃい。おこぼれ KO。ありがとうございます。おこぼれ KO。さあ、裏行きたいけども、裏行きたいが、なんかいるな。D 旗になんかいますね。いるんで、ちょっとそっち行こうか。おー、いいね、ブースト。あ、赤犬さんは余裕です。はい、余裕ですね。ワン。はいはいはい、あれ来て、あれ来るでしょ。はい、受けといて、ワン、ツー、スリーで打って、これえ、あ、ちょ、はずっ。どこ打ってんのはず。はい、はいはいはい、オッケー。で、この後ね、残り1分めっちゃ大事っすね。裏行きたいな。うん、裏行きたい。でも、シャンクスいますね。いや、うまいな。なんか、ああいうところでね、シャンクスとかっているとね、言っちゃい、ここで。オッケー。やめて。2体は無理。さすがに無理。うん、おい。お前ら、大人だろ。お前たち、大人2人で何してんだよ。おい、やめてくれ。ちょっと。待って。おい、もう。大人だろ、お前たち。もう、一人のさ、子供さ、ロー君で結構子供でしょ？何やってんだか。まあ、はい、もう仮はね、この、カクさん。もう、大人のカクさんが取りますから。はい、仇はね。あのシャンクスだろ。あのシャンクスやってやろう。はい、ここオッケー。オッケー、ナイス。仇討ち、シャンクス。いや、ここ取りたい。ここ取ったら勝てる。ここ取りたい。そっち、待って、頑張れ、シアター頑張れ、無理、あのシアター無理。うわー、くっそー、惜しかったなー、今のー。リベンジしよう、リベンジということで、もうちょっとねー、さっきの悔しかったなー。さあ、ここは初期値増加、はい、爆上がり、ゲージ、最高。歌はちょっときついんだよな、やっぱあの、シールドがあるときは、めちゃくちゃきついんだよな。うん、これはもうね、はい、裏取りに徹しましょうか。歌タイマーはちょっときつい、さすがに。うん。で、これ取るでしょ？で、まあまあ、誰か来ますけども、もうこっち行っちゃいましょう。はい。はい、B 旗行って、誰が来るんだろうね、4番さん。これ、ここまで行ったらちょっとゴドリ期待しちゃうな。ゴドリは無理かな、さすがに。あ、オロビ。うわ、待って、この距離行けるかな？この距離が、行けるか？なんかいけてそうだったけど、今。キリンのあの鼻なんか届いてそうだったけど、ダメだった。やめて情けない姿に、カクさんが情けない姿に。やめてよ、ちょっと待って、これ隠れて撃っちゃおう、これ。隠れてからの、ぴょーん、あ、やめて、情けない姿に。一応 CP9 のすごい人なのに、あの人。さあ、行きましょう。さあ、ロー君、ちょっとブースト中だったのにもったいないな、今の。さあ、ここ稼い行きましょうかね。はい、これ行って、当たってないかな。これ、ワン、といて、ああ、オッケー、ありがとう。さあ、任せよう。ここは任せよう。で、ヤマティが、ふーん、派手来るから避けといて、これどうしようかな。カウンターいけるね。これ2体いるんで、カウンターいけますね。さあ、ワン打っといてからの、ここだ！オーケー！でも、ウルティはね、ああ、そう、ウルティはね、あれなんですよね。うん、全然あれなのよ、ウルティは。効かないのよ、そう。あの、状態異常がね。さあ、ここ、はい、最後、カクさん行っちゃっても、カクさん、行こう。どんどん行こう、カクさん。さっきのリベンジも含めてね。さあ、ここ、なんかこういう展開楽しいっすね。あと1分か。あ、
やばい、助けるよロジャー、ロジャー待っとけ待っとけ、オッケーオッケー、ありがとうっつってください、ありがとう、回想僕もありがとうっつって、はい、オッケー、いいよ。さあ、オロビが言ってるけど大丈夫かな、裏は、裏は大丈夫っぽいね。さあ、じゃあ僕は裏に徹したいが、ここで、うわおい、オロビのスキル早いな、オロビのスキル早いな、ちょっとやっぱ出が遅いんだよな、このスキル2が。うん、ちょっと待ってよ、危ないな、これなごみちゃんが来てるから、なごみちゃんどうせ、オッケー、開けといて、ちょっと待って、ちょっと待って、これ初期旗取れるか、初期旗取れば勝てるぞ、ブースト来たけどダメか、待って、いい、でもここでいい、あの2体ここで静止できてんのがいいと。これもうキリンちゃん行く、キリンちゃん行く、いっとけ、オッケー、誰かに当たった、オッケー、ナイス、味方さんナイス、オッケー、いけるいけるよ、いけるよ、頑張れ、当たるよ、さん頑張れ、いやリベンジ成功、ありがとうはい、ありがとうございました。いやー、シャンクスあんなにねボコボコ KO いつもできたらすごく気持ちいいんですけどね。はい、なんかさ、赤属性に結構工場っていいキャラいるイメージなんですけど、まあこのロウ君もそうだし、スネークマンもそうだし、あれプリンちゃんもそうじゃなかったっけ、プリンちゃんも確かそうですよね、はい、アタッカーでね、うん、なんか赤属性工場キャラ調子いいっすね。はい、まあ、各さん使ってる人はね、ぜひ、立ち回り参考にしていただければと思います。はい、そして今週はですね、ブラックフライデーの日が近づいてきてますね、楽しみですね。おそらく25日かな、はい、いろんなガチャがねドカドカと来ると思います。はい、いやー楽しみ、ちょっとガチャ動画をね、ぜひ上げられたらと思うので、皆さん楽しみにしていてください。その前にどうしようかな、なんか考察でもあげようかな、うん、まあちょっと考えておきますね、どのガチャを引くべきかとかね、ちょっと考えたいなと思いますので、またぜひ皆さん見てってください。はい、じゃあありがとうございます、お疲れ様でした。